さんなんかどうよ、この辺のまででまたなんかちょっとレスポンスが聞きたいので。そうですね、とりあえずさんの方から育成に関して常に、まあ、育成とにかくほっとかないようにとかって教えていただいてたので、今健三君に、まあ、週に1回絶対連絡を取って、うん、顔を見て会って話をする、うん、でもう新人が例えば朝の本業に見えている健三などは、うん、もう実際チラシ、まあ配りはちょっと滞ってるんですけど、釈迦、うん、に、まあ、出かけている、まあうん、紹介自分ではできないので、うん、お願いしますと言って新しい方々を、まあ、紹介してくださる方が一人と、うん、あとお一人の方が自分の友達のところに行って、うん、まあ、よくわからないけれどもその話を聞いてみないかというようなアプローチをかけてくださっている人々がいるので、うん、なんとかその今年の自分の個人の目標としては、まあ、自分の釈迦の数を上げることもそうなんですが、自分が釈迦させていただいた方がなんとかその釈迦をさせていただいてね、そのどうしても歓喜を味わってほしいっていうのがもう自分の今年の目標だったので、うん、とにかく一人が一人の釈迦をできるように、まあ、年頭からずっと働きかけてるんですが、ちょっとずつではありますけど、だんだんとこうみんなが、まあ、動いてくれているような形になっているので、うん、あとは何とかこうね、どんどん欠場していってもらって、うん、なんとかこう、なんとか盛り上げて。ね、そこだよね。やっぱ欠場をね、逆に今度はあんまりこの、焦りすぎると、うん、こう、潰れちゃう。だから釈迦すればいいんだよ。要は下手というか、この日蓮召集が本当に尊いね、本当にその幸せになれる唯一のもう命の根っこから幸せにしてくださるご本尊はこのご本尊しかないんだ。でそれ我々が苦しんでるのは実は全く意識してなかったけど、全ての間違った宗教が長い間の歴史の中にその埋もれちゃって、人類というものがそこで被った害毒で苦しんでるんだと、このことだけを言い続けりゃいいんだよ。その数が絶対24に出てくるんだ。そのやっぱりその言ったからってさ、その欠場を絶対そのする相手かどうか分かんないわけだよ。一生逆縁かもしれないその出会った人がね。だからそのやるやらんはそれは執念燃やして話していくっていう釈迦の仕方すごく大事だけど、だけど我々実際活動してみてさ、釈迦しててみて、あるいはメンバーに釈迦をお願いっていうか やってみようねって時に、1回目はね話しやすいんだよ。やっぱりこう相手も、まあ、一応何も聞いたことない話だから、とりあえず反対しようが何しようが1回目は楽しいフレッシュに話できるわけだよ。で2回目になるともう当然こう、またそんな話って このノリが来るじゃない。それを乗り越えてまで話すっていうのはね、よっぽどの新人の人だから難しい。やっぱりその辺でみんなちょっと止まるんですよ全員その状態で。そこだよね。だから欠場はいいから、とにかく数話そうぜっていう、下手の数を増やそう。わかりました。で下手の数もなかなか上げられない、その相手が喋りにくい人だったらチラシを渡す相手でもどんどんそのハードルを下げていく。で、そのレベルだったら私できるわっていう、そこにこっちがこう折り下がって、はい、でそこのところをやる。それまさにそうですね。やってみせっていうのは、自分は人通りの釈迦をそこそこにこう全部大体経験してきて、まあ、これはやってみせだよ、はい、で今度は言って聞かせっていうのはそこだよね。言って聞かせるっていうのは、さあじゃあ この段階へいきなりやれったってダメっていうのが分かれば、じゃあもう、じゃあ私だ、この状況は自分にとってはあの時だなと思えば、それを言って聞かせて一緒にやるわけだよ。チラシ5枚が精一杯って、その時にそのレベルみたいなやつなんだよね。すごいチラシ5枚を毎日やった日には大変なことになるぞって。だから現実にそうなの、本当にそうなんだから、その人のその命の状態においてはとにかく事業だけにとどめといちゃいけないっていうところだよ。事業から一歩でも出れさえすれば、もうそれはもう拍手喝采なんだよね。でそれがその人自身の欠場と思って見ちゃうと、いや相当遠いだろうってこう思っちゃうから、ついついこっちが一緒に喜べないっていうかさ、ポイント制みたいに
はい、この人のチラシ5枚配ればポイント5で、そのポイントが3000点ぐらい集まると、はい、景品引き換えで1人入信みたいな、そういうことだと思うんだよね。あの、まあ、下世話な言い方すると、だから総合力でみんな中がポイント3000貯まるとどっかで1人入ってくるっていう、それがパスで球がポン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 ってこう繋いでって繋いでって、たまたまその時に一番のそのゴールに近かったところへポーンと飛んでってバーンって決めるっていうね。でもそれはその人一人じゃ絶対できないことじゃないですか。ケツの方から球がずっとこう上がっていくわけだよね。そうすればその全く事業だけにとどまっていることだけはやめよう、せめてチラシ1枚5枚そこをみんなで褒めたたえて、そしてあのやってみせ、言って聞かせて、でさせてみせた、で褒めてやらねば人は育たせだから、その段階その段階を褒めて、褒めていく、もうこれがまた渋沢栄一のね大きなあのお力添えになって、ありがとうございましたっていう、そうすればね人はやっぱこう起きてくると思うんだよね。みんなの総合力でいこうぜと、うん、そのこっちの接し方もちょっと変わってくると思うんだよ、見方も。